これはなんだ、バスか。お、バスじゃんけー、釣れたよやったねー、そこ今なあれと思って、なんだろうこれみたいな。でもクッククって食ってきた、朝一速攻ちょっとびっくり。がっつり丸飲み、朝がブルー、スモーカーブルー丸飲み、やったね。あまりにも朝一すぎてちょっとびっくりしましたけど、アフターらしくノーシンカーでちょっとこう浮かせ気味なところでクックっていうバイトがありましたね。やっぱ足の中でこうスポーニングを終えてちょっとこう体力回復するタイミングなんで、こういう軽めのフリップドームの脳進化みたいなリーグがこの時期だからこそ有効にはなってきますね。ちょっと雨が降りそうなんでレインに着替えました。しかも思いのほかカバーが濃いんで、ロッドストラクチャーの 72H、より高い位置からバストファイトができるように、より濃いカバーでもアプローチできるようにチェンジで行ってみたいと思います。今ですね、結構濃いカバー打ってます。手前にガマがもうしっかり生え揃ってる状態で、それ越しにルアーアプローチしてるんですけども、こういう状況下でノーシンカー使うとどうしても手前のガマの抵抗になってルアーが落っこってかないんですよね。ただこのフリップドームだとワーム単体で 14g 近いウェイトがあるんで、こういうノーシンカーで攻めたとしてもしっかりボトムまで誘うことができます。それでいてパーツが少ないので、いろんなこういう障害物ですよね、ガマとかブッシュとかそういうものに絡むことがなく、しっかりとこう回収ができてまたアプローチができるので、こういうヘビーカバーではマストアイテムになりますね。すんごいヘビーカバーから一気に出してきた、見事だね。がっつり上あご、綺麗な蓋の魚だな。これフリップドームだからこその魚っすよね、このアフターの魚。いや今結構スローでしたよ、誘って誘って、でもバイトはグーっていう、まあ、かなりスローなバイトの出方ですよね。やったね。今みたいに左にも木がある、右にも木がある、で上にも木がある、こういう状況ってすごくキャスティングがしづらい。しかもこういう状況下っておかっぱりで結構あるんですよ。その時一番有効なのはロールキャスト。かなり狭い範囲でもしっかり打ち込むことができて、しかもかなりこうクイックなキャスティングが可能になって、非常に大振りにならなくて根掛かりがしづらい、まあこういうところに引っかかりづらいキャスティングになります。であと一個重要なのは、こういうカバー越しのアプローチをしている際はゆっくり回収する。ゆっくり回収することによってこの手前のガマとか木とかに引っかかることなくルアーが返ってくる。これ急いでくるくるくるって巻くといろんなこうガマとか越える際にくるっと回っちゃうんですよ。でもう一回転すると取れないんで、今みたいにゆっくり回収すれば
しっかりルアーが返ってくるんで、最終的にはキャスト数は稼げる。これ肝です。送ったか。しかも、おお、かわいいのが来た。かわいいのがもうがっつりこのサイズだよね。食ってくるのがクリップドームの面白いところですよね。今回使用しているルアーがですね、ノリーズフリップドーム。このルアーはノーシンカーに特化したカバー用ソフトベイトです。何がノーシンカーに特化したという部分かというと、とにかく高比重なので、今回打っているようなガマだったり、足ブッシュ、そういうようなですね、カバー絡みのでもイージーに使うことができるのが一番の特徴ですね。それでいて、ノーシンカーということもあるので、晴天無風だったり、タフコンディション、今みたいなアフタースポーニングの時とかに、非常に有効です。今まで、テキサスリグラバージグを打ってたようなカバーにですね、ノーシンカーをこのようなですね、ヘビーアクションのロッドでアプローチすることができるので、よりですね、今まで取れなかった魚をバイトに導くことができるルアーです。ロングディスタンス乗った。白い魚これ、今ねかなりロングディスタンスで水中のオダフリップドームノーシンカーでスローに誘ったら見事、可愛いけど超嬉しいよかった。ああいうタテスト今アプローチしてるんですけど、このフリップドーム水平フォールでゆらゆらと左右に揺れながら落ちていくのが一番の特徴です。だからああいうような縦ストにサスペンドしているようなバスを攻略するのには相当武器になるルアーです。基本的なアクションはリフト&フォールです。糸をたるましてボトムまでゆっくり落とす。この間こうひらひらと誘います。でその後ちょっとこう軽くちょんちょんちょんとロッドティップを上げながらフリップドームを表層まで持ってってあげる。でその後また糸をたるましてフリーフォール、これの繰り返しが一番フリップドームが釣れるアクションになります。重要なのはフォーリング中に糸をしっかりたるましてあげること。それが一番こうルアーが自然に泳ぐので、よりバスがバイトしやすいアクションになります。ここできたらでかそうっすね。アフター回復、やったね。そこまで大きくはないけど、綺麗な魚プリスポーン。いや今ここで出たらアフターかプリかなと思ったらプリだった。綺麗な魚、今なんかポチャッと落として、あれこんなフォールスピード速かったかなと思ったら食ってましたね。やり、綺麗な魚切ったわ。
今回ですね、使用したフリップドン、アフタースポーニングから、まあ、もちろんのこと真夏のシェード打ち、またね、あのウィードレイクの大エントにもですね、このコーヒージュワン非常に有効ですので、ぜひ試してみてください。